今回はエラズリーカーショーで屋内に展示されていた車をお伝えします。まず最新のスーパーカーたちからご覧ください。ダイヤモンド T モーターカンパニーはアメリカのシカゴで1905年から1967年までツーリングカーやトラックを製造していました。その中で流線型のタンカーであるダイヤモンド T テキサコは7台のみ生産されました。このトラックは2018年から5年の歳月をかけてフルレストアされたものです。このレーシングカーは1970年代にフォーミュラ5000のレースで一番活躍したモデルです。この1920年製キャデラックは1921年に開催されたニュージーランドモーターカップというレースで1位となった車です。まだレストアの途中で現在部品を探しているということです。私が部品を提供しましょうという方はいらっしゃいませんでしょうか。それではまた続きをお伝えします。